眠れないあなたのための安眠トーク、今回も安眠研究家の堀田先生をお招きして皆様を心地よい眠りの世界へ誘いたいと思います。堀田先生、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、前回はい、前回仮面ライダーの話、ああ、ゆっかり調子に乗って話しちゃいました。あんな話、面白いですかね。いやいや、面白かった、面白かった。面白かったですから、ね、私はね。ね、興味がない人たくさんいらっしゃるかな。だから、本当に申し訳なかったなと思って。ただ、はい。何度も言いますけど、はい。面白い必要ないんですよ。そうですよね。そうですよね。そう。分かってます。つまんない話で寝かせるっていう、このチャンネルですから。いや、本当そうだ。はい。皆さん、本当によく付き合って、お付き合いしていただいてね、うん、ありがたいなっていつも思ってます。うん、そうそう、その時サブリミナルを入れてくれるっていうことで、言ってたのに、はい、うんうん、サブリミナル一個も入れてなかったでしょ。そうか、入れ忘れちゃったんですよ、うん。初めてじゃないですか、入れ忘れちゃったのは。そうなの、うん、で、ね、今日はちょっと本当お願いしますね。はい、そうします。なんか、はい。なんだっけ。何ですか。一番好きだったのが、はい。やっぱりスーパーワンなんですよ。そもそもはいはい、仮面ライダー自体が、この辻ちゃんと一緒に見た時に思ったんですけど、うんうんうん、第1話、これいつ放送なのって言ったら、昭和48年か7年って言ってた。そうですね。いや、あ、71年だった気がするな。あ、じゃあ、そっか、じゃあもっと前なんですね。うん、私たちが生まれる全然前だから。そうです、そうです。マーク・ボランがね、日本に来て仮面ライダーかっこいいっつって。それで、マーク・ボランに憧れて、うん、マーク・ボランのファッションして、うん、マーク・ボランの、朝焼けの仮面ライダー、うん、英語名でジンク・アロイっていうね、うん、アルバム作ってるんですよ。仮面ライダーの、格好して、アルバムジャケット作って。マーク・ボランが仮面ライダーの格好してるんですか？そう。だから要は仮面ライダーっぽい格好ってことなんですけど、すご、日本の、日本ツアーでね、日本に来た時に、うん、ホテルで仮面ライダー1号を見て、美しいって、動きも美しければ、そう、もう、超かっこいい、イケてるって言うんで、テレビ影響されて、そうです。お、すごい。そうなんですよ。そうなんです。よくそんなの知ってますね。うん。さすが仮面ライダーとマーク・ボラン、仮面ライダーかけるマーク・ボランだったら、もう先生の右に出るもいないですね、これ。そうなんですよ、そうなんです。そうなんだ。いや、それがかっこいいと思いますよ。本当に美しかったもん。仮面ライダー美しいのは、やっぱり戦い方が美しいんですよ。うん、単純なよくある戦隊ものでね、うん、なんかこう、チャンバラごっこみたいな感じでやってるんじゃなくて、うんうん、もう本当、藤岡剛さんが、たけしさんがね、ひろしさんがね、うん。本郷武さんと、これ、混同しちゃった。あ、なるほど、ね。うん。いや、ついちゃんもね、藤岡博夢って言ってたんですよ。あ、二人ともすごい詳しいのに、なんであの人の名前間違えんの？あの人だって、ほら、我々ちっちゃい時、俳優、本郷さんだもん、完全に。そうですよね。藤岡さん最近知ってんの？そうだよね。うん。最近の脳みそでインプットしたことって当てにならないね。確かにね。いや、だけどね、やっぱり動き強いんです。格闘家というか、うんうん、あの人武道家なんですね、本当はね。そうなんですね。うん、本当にキックが早かったり、パンチも早いし、仮面ライダーがかっこいいんですよ、すごい動きが。うん、あの時って、はい、あの仮面の中って藤岡弘じゃないですか。本当そうなんですよ。あ、スタントマンじゃないんだ。確かね、その回によって。うん、これは定かじゃないけど、V3 の時に、回によって変わってたの。で、1号は完全に 100%。藤岡弘じゃん。そうなんですよ。すごい。今だったら考えられないでしょ。そう。そうなんです。そうなんです。かっこいいな。かっこいいでしょ、うん、そうなんです。うん。だから、そう、本人が、いなくなって、2号っていう設定にしてるんです。普通だったら、本人怪我したって言ったって別に、怪我して中身変えればいいだけの話なんだ。うん。そう。違うんです。そうなんだ。それ用にヘルメットも作ってるんですよ。顎のラインも違うし。はいはい。うん。藤岡弘さん用の顎のラインでしょ。だけど、2号になったら今度エラが張ってるでしょ。だから中に入ってる人間が変わると、やっぱり顔も変わるんですよ。輪郭も変わるし、それだけぴったり作ってたんです。すごい。ちなみにウルトラマンもそうでした。もうその人専用に作ってるんですよ。中入ってる本人なんですか？本人、その人じゃないとダメ。その人じゃないと、以外の人が来ちゃうと、もうダメなんです。そうなんで、ウルトラマンってスラッとしてるでしょ。そうですね。そう。で、ウルトラマン以外の、例えば帰ってきたウルトラマンって背低いんですよ。だから顔が少しでかいでしょ。へぇ、うん、確かね、身長180センチ近くの男なんですよ、あれ。ウルトラマンに入ってたの。
それは、ごめんなさい、ウルトラマンに詳しいと言っときながらド忘れしちゃったんだけど、ウルトラセブンのウルトラ警備隊の隊員の一人なんですよ。背が高い。うん。もう、聞いてる人はもう、ああ、それはこの人だよっていう人いる、知ってる人はいると思うけど、その人が入ってたんですけど、その人がウルトラ、スペシウム光線の格好をするともう完全にウルトラマン。かっこいいんですけど、ちょっと今日からウルトラマン置いといて、はいはい、そう、仮面ライダーの話するんですけど、ね、そうですか、スーパーワンですか。そう、スーパーワンのね、バイクかっこよかったな。バイク、どっちがかっこよかったですか。モトクロスですか、ハーレーですか。あ、二つあったんですか。そうなんです。あれね、もうね、僕はね、ブルーのモトクロスの方がすっごいかっこよかったんだけど、もうほとんど出てくるのはね、もう、ハーレーの方なんですよ。あ、じゃあ私、ハーレーの方だ。ね。いろいろついててね、はいはいはい、いろんなたくさんついてて、もう007のごとくこのボタンを押すとこれが出てくるとか、そう、もうボンドブームだったし、ちょうどあの時代は。そうかそうか。そう。だからそういうの流行ったんですよ。皆さんもご存知の通り、うん、筆箱でもボタンを押すといろいろ出てくるやつがあったでしょ。ああいう時代だったんですよね。重なりますね。そう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 。そうなんです。ハイテクブームだったんです。だから、その、スーパーワンもハイテクライダーだったんで、うん、私はね、やっぱり、仮面ライダーはスーパーワンってのはちょっと、特殊な仮面ライダーだと思ってはいました。あ、で、そのハーレー仕様のやつっていうのはね、うん、スーパーワンのオープニングでも出てくるんですよ。うんうんうん、だから一番、ポピュラーなスーパーワンのバイクだったと思うんですけど、うんうん、もう一個のモトクロスってのはね、10回に1回ぐらいしか出てこなかったのかな。だからそのモトクロスなんですよ。仮面ライダーって全部モトクロスでしょ。初めてなんですよ、あのオンロードのバイクが出てきたの。あ、そっか。そうそう。あ、でもあれハーレーだったんですか。ハーレーなんですよ。それ初めて知った。うん、そうなんだ。ね、バブリーだったしですよね。お金それだけかけられたのかもしれないし。流行ったんですよ、やっぱりハーレーが。小学生でもやっぱり、あれハーレーだ、かっけえなーって、小学生も言ってましたよ、みんな。へえ、そうなんだ。そうなんです。で、ライダーもライダーで、何ですかね、この紐、手の腕のね、あの紐。あ、あれこそみんな剣法で、空手剣法で、こうやってやってるでしょ。僕ちょっとスーパーマンはね、逆に詳しくないんですけど、はい、このヒラヒラは良かったんですか。ヒラヒラがついてるのはスーパーマンなんですか。スーパーマンです。あ、そうなんだ。そう、ヒラヒラは。それ多分ハーレーの手だからつけてた。ちょ、あ、そういうことだ。そうそうそう。なるほど。多分。そうか。みんなの時、そうだそうだ、なるほど。へえ。あ、本田先生、スーパーはあまり詳しくないですね。見てましたよ。もちろん毎回見てたけど、僕はそう、それよりもその前、もう一番好きだったのはスカイライダー、それとやっぱ仮面ライダー1号と3号、1号3号、スカイライダーが好きでしたね。3号は V3 ですよ。V3 や、V3 や、V3 やです。知ってます？変身するときに。V3 よーっつって。あ、そうなんだ。そうですよ。うん。V3 じゃないですか。V3 よーって。あ、そうなんだ。じゃあもう全然記憶にないです、私。うん。まあね、僕ら世代じゃないからね。1973年が V3 なんですよ。あ、そうなんだ、ね。そうなんです、そうなんです。じゃあ再放送で見てたんだ。そうそう。静岡。でもデザインはほんとこの間も言ったけど、襟が立ってたりかっこいいですよね。それ襟が立ってるのは、変身した後の話ですか。ああ、後の話。後の話。後の話だけど、もうあの時代やっぱりファッションが、ブーツもパンタロンだったしね、襟を立てる、ちょっと長めの襟だったりとか、それはファッションに影響されるわけですよ。さっきのスーパーワンがハーレーとかのね、あのファッションに影響されてたように。あ、そうなんだ。そうそうそう。なんでモトクロスのそっちの方が良かったんですか、その青い。やっぱり仮面ライダーの魅力って、ライダーってだけにバイク上手なんですよ、みんな乗るのが。しかも、怪人と戦う時ってやっぱり工事現場のが多いんですよね。うんうん、山道というよりも、もう本当に砂利屋さん、砂利の工事現場。うん、うん。そういったところを撮影使ってただけに、その、崖から降りたりとかもするし、崖をよじ登ったりとかもバイクしてたじゃないですか。はいはいはい、で、みんなライダーたちが上手いんですよ。ちょっとお尻を上げて、こうモトクロスを上手に乗りこなしてね、うんうん、あれをね、やっぱり子供ながらに真似して、わざとアクロを走行、超すごいスピードでアクロを走行したりとかして、僕一回、車に激突して頭から血流れて救急車運ばれたことあるんですけど、チャリンコで。チャリンコで。うわ、すごい。そう。この坂道を、ブレーキを使わないで降りてみせるとかって言って。うわ。うん。バ
越えてプールの帰り道だったんだね。あのプールの金、あのほらプールの袋、あの巾着のやつは紐が前輪に絡まって、うん、あの超スピードが出てる時に前輪がストップして宙舞ったんですよ。ほいでそこから記憶ないんですけど、そう救急車で運ばれて頭縫ってっていうのがもう全部その仮面ライダーの真似ですね。で本当宙舞ってったらもうそれ後で聞いて、うわまさにライダーキックかって思いました。あ、そうなんだ。そうです、そうです。うん、へえ。あと、変身めちゃめちゃうまいっすよ、俺。あ、私。見たことありますけど、そう。うん。やってたでしょ？やってました、ね。中学生の時に教えてたでしょ？教えてもらってました。うん。足なんですよ。みんな足ができてないんですよ。腕だけなんですよ。うん。そうなんです。そうなんです。確かに言われた化粧さん、足が違うっつって。そうなんですよ。そうだったんだ。そうですね。確かにそうですね。戦う現場って絶対あの砂利とか、あっちの方でそのね。そう。で、あのね、スカーフがね、うん、結構、なんていうの、アクションするときにね、すごい重要で、うん、ジャッキー・チェーンが、うん、ブルース・リーと違って髪の毛が長い理由は何かっていう話と繋がってるんですけど、うん、アクションするときに、やっぱ動きがこう、髪の毛が長い方が、大げさに見えるんですよ、ね。で、仮面ライダーの魅力っていうのはね、うん、風が吹いたり、アクションするときにね、うん、あの、マフラーが前に落っこってきたりとかするんですよ。うん、でそのマフラーを、一回、体勢を立たない押すときに、マフラーを、腕を使って後ろに払いのけて立つっていうね。うん、あれに一役買ってて、マフラーが。かっこいいんですよ、それがまたね。そうなんだ。うん。そんな言葉で意識して見てもらったら、あいつらも嬉しいだろうな。はい、結構皆さん知ってるんじゃないですか、そこは。そうですね、うん。そんなこと気にしたこと一回もなかったです、見て。ないですか。はい、はあ。でもね、やっぱりさすがに子供ながらにね、うん、僕、1号って言ったら、やっぱり水色のヘルメット。うん、まあ、要は、本郷猛が、留学から帰ってきた。うん。あとの仮面ライダーの水色がすごい好きだったんですけどね。うん、でも、本当は、やっぱり、初期の1号、うん。うん。バイクも違いますしね。うん。最初の、カウルのデザインが、もっとシャープだったじゃないですか、最初の頃のやつね。なんか、確かに、仮面ライダーも後半の方になって、はい、仮面ライダーなんだろう、わかんないですけど、ブラックとか、なんか、クーガとか、なんとかあって。ああ、もう、そう、違いますね。あれになっちゃうと、ちょっと、全然、本当に子供向けのって感じになって、ちゃって言ったような気がしますけどね。今の世代からするとあれは違うって言ったらまたね、うん、よく思われないと思うんですけど、うん、なんかやっぱちょっと違いますよね。なんていうのかな、強いて言うならば、うん、最新の技術に頼りすぎちゃった世代なんですよ。ウルトラマンもそう。ウルトラマンも、正直言って、太郎までかな。タロー以降は技術を使っちゃってるのが、ウルトラマン80もちょっとダメなのよね。うん、違うんですよ。あの時代からレーザーとかね、そういったものに頼りすぎてて、うん。音楽もそうじゃないですか。今まではもう音楽って、やっぱり演奏技術が上手な人が、いい音の楽器を使って、グルーヴ感を出すって、これがジャズでもロックでも、ブルースだって、クラシックだってみんなそうだった。だけど、シンセサイザーの発達とか、音楽、コンピューター、コンピューターと電気か。それの発達によって、もう技術もいらない時代になっちゃって、ちょっと崩れてるんですよね。うん。しまいにはエンニアによって、もうクラシックなんか、もう生演奏の時代じゃなくなっちゃったじゃないですか。うん。そう。だからそういう意味で、ウルトラ、仮面ライダーも、ある一定の時代からは、もう特撮って昔のあのアナログ特撮じゃなくなっちゃった時点でもう終わっちゃってるんですよね、僕の中ではね、うんうん、そういう方多いんじゃないですかね。そういうこと、新仮面ライダーってどうなんですかね。はい、そうなんです。でそれをやっぱりあの人オタクですね、うん、庵野秀明さんをね、それをまた復活させようと思ってる。もう完全に趣味の世界ですな。あ、そうなんですね。うん。だから、正直ね、ゴジラまではバランス良かったんです。こんなこと言ったら怒られちゃうかもしれないけど、うん、ウルトラマンはあれ全然別物ですよ。あれは、庵野秀明さんのエッセンスが入っている別の監督のものだと僕は思ってるんです。うん、で、ゴジラが 100% バランスの取れた、
なんかこう、エンターテインメント性があって、庵野秀明さんテイストがしっかり入ってるもの。うん、で、今回の新仮面ライダーは、うん、もう完全に趣味の世界、庵野秀明さんの趣味の世界になっちゃってて、やりすぎ感があるように見えるんだけど、それもわざと、あの時代を復活させてやってるんですよ。あの時代のなんかこう、なんていうの、下手馬というか、あの時代の不器用さもわざと出してるもんだから、うん、例えばもう本来の仮面ライダーの力を持ってすれば、もう、ブチュって頭潰れて血がいちいちこう飛び出る。うん。うん、でも全部が同じ、血の飛び出方をするもんだから、それちょっとなんかわざとらしくねっていうもんだったら、違うんですよ。庵野さんはわざとそのわざとらしささえも、昔のウルトラ、仮面ライダーのわざとらしさを出してる。わざと出してるもんだから、もう完全にやってること、それは、あなたの趣味でしょって、うん。完全にもう映像フィギュアなんですよね。新仮面ライダーは。だけどゴジラの時はそこまでは趣味に走ってなかったんですよ。うん。エヴァンゲリオンまでは やってないんですよ。ゴジラはちゃんとわかんない人のためにもわかるように作ってくれたっていう感じです。ちょっとさっきずっとわかったふりして聞いてるんですけど、はい、庵野秀明ってど何の人ですか？エヴァンゲリオンの人。あれ、庵野って読むんだ。はい、なんて読む？なんて読むの？あ、でも知ってました？そのエヴァンゲリオン作った人が、仮面ライダー作った。それ知らなかったです。あ、そうなんだ。エヴァンゲリオンと、当時の仮面、シンゴジラと。待ってて、当時の仮面ライダーを作ってた人は庵野秀明。ああ、じゃない。じゃないですよ、ね。じゃない。で何？あ、新仮面ライダーと、新ウルトラマンと、シンゴジラ全部、その庵野秀明さんなんですか？三つとも。新ウルトラマンだけは携わってるぐらいな感じですけど、うん。そう。シンゴジラと、エヴァンゲリオンと、シン仮面ライダーは、庵野秀明さんが 100%。ああ、そうなんですね。うん、あ、全然知らん。そうです。うん、ああ。なるほどね。今やっと分かりました。あ、分かりました。勝手に、昔の仮面ライダー作った人とウルトラマン作った人同じかと思ってました。そういうの。あ、ごめんなさい。全然違います。そうだそうだ。うん。でも、ね、やっぱり、庵野秀明さんは僕らと同じようにね、うん、子供の時に、うん、やっぱりもう夢中になって見てたものを、うんうんうん、いや、やっぱり今こうやってその、なんていうのかな、さっきも話したように、うん、ハイテクを駆使して現代に蘇らせてる人たくさんいるじゃないですか。うん、でもそうじゃねえんだろうな、そうじゃねえんだよっていう気持ちを形にしてくれてるんですよ、庵野さんは。本当に見に行きたくなっちゃった。うん。だから僕は、携わってるだけと言いつつ、シン・ウルトラマン、うん、よくそこまでやってくれたって言って、うん、ありがたい。昔、当時のね、アナログ音源しかないような、ウルトラマンの BGM なんかもちゃんと使ってくれてるんですよ。うん、で、おしゃれなのね、うん。あの時代のウルトラマンの BGM っていうのは、うん、なんていうのかな、アナログのサウンドだし、うん、お金がなかったつぶらやプロダクションだけに、うん、そんなに人数も集まってない、スイングジャズなんですよ。うん。で、そのスイングジャズ、そしてあとあの時代のロックテイストっていうのかな。それと行進曲とうまいこと混ぜて、うん、すごいチープなんですけど、すごい名曲がウルトラマンの中に入ってるんですよね。で、それを復活させてくれてるわけです。今のウルトラマンで現代版のウルトラマン、あるじゃないですか。ウルトラマンギャオスとか、ウルトラマンダボスとかさ、いろいろあるでしょ、うん、ああいうのはもう全部、最新のコンピューター音源でやって、もう結構いけてる感じでやってるんですけど、うん、そうじゃないですよね。やっぱ庵野さんがウルトラマン作るとね、昔の雰囲気に戻してくれてるんですよ。それがもう、良くて、僕サントラも買っちゃった。かっこいいですよ。見てたんだ。ええ。そうなんですね。もちろん。あの、家族で見に行ってます。シン・ウルトラマン。子供も、5歳の子供も連れて。そうか。うん。そうなんだ。じゃあ、明日見に行こう。あ、ぜひぜひ。はい、あ、うっかり忘れちゃった。うん、ね、BGM だ。あ、何？今日もサブリミナル入れてないですか？入れてないですね。だから、いや、本当安眠研究家失格だな。僕もちょっと留学してこうかな。ごめんなさい。うん。皆さん、すいませんでした。じゃあ行ってきてください。はい。じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。